ドラゴンクエスト 11S、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、サーカスの、ね、参加してくれる人を見つけなきゃいけないんだけど、さてさて、なんかウキウキしてんな。この店にいる何しろすごいのよ。何も言ってないのに私の仕事は踊り子だって言い合ってたの。わかるだろ。ジャグリングしてるだけに見えるけど、本当はすごい占い師なのよ。え？あ、これ？おや、あんた人を探してるのかい？なぜわかったって？何を隠そう、俺は占い師なのさ。この三色の玉に念を込めれば、玉の動きで、うせ者を探す力で恋愛相談まで何だってわかっちまうんだぜ。今は胎児が落ちて苦しんでる人たちの悩みを解決できたらと思って、この辺りの街を訪ねて回ってるんだ。この人はなかなか見込みがありそう。サーカスの助っ人に誘いますか？はい。シリビアは玉使いの占い師をサーカスの助っ人に誘った。え？俺はサーカスの助っ人に？人を楽しませるってのも悪くないが、あいにく俺にも占い師としての強みがある。そうだな。だったらこの玉で決めよう。俺は、今から俺はこの赤青木の玉一つに魂を込めて強く頭に思い浮かべる。あんたは俺が思い浮かべている玉の色をズバリ言い当ててみてくれ。見事、玉の色を言い当てられたら、あんたを助ける運命だったってことだ。喜んでサーカスの助っ人になるぜ。それじゃ準備はいいか？俺の思い浮かべた魂の玉、その色をズバッと当ててみな。玉よ、玉よ、玉玉よ、玉様よ。受け取り玉へこの思い、赤く燃える炎のようなこの思い。赤じゃねえか。赤い玉、あんたの答えは本当にそれでいいんだな。大正解、あんたの勝ちだ。俺が思い浮かべたのは赤く燃える情熱の赤。バッチリ俺の魂を見抜いてくれたな。あんたになら俺の魂の玉を預けられる。サーカスの助っ人とやらもう喜んで引き受けさせてもらうぜ。玉使いの占い師はサーカスの助っ人を引き受けてくれた。なんだろう。八百長じゃないけどさ。なんだろうな。ん？どうした？ようこそ旅の方。このご時世に砂漠を越えサマリー王国までやってくるとは大した人だ。しかし命の退治を落ちていく、以来、王様からむやみな外出を控えるように命令が下り、町は人通りが減って活気を失っています。町に残った唯一の楽しみであるサーカスも、今度の公演を最後に休業するそうですし、町はさらに寂しくなりそうですよ。なんかこう、今のリアルなご時世と、重なって、やだな。やだな。ここで帰るのかな？ここでもないのか？仲間じゃないか。作戦か。入れ替え。今は入れ替えられる仲間がいない。これどこで帰るんだろうな。結構、バカみたいにいるけどな。ああ、愛しい君を笑わせるには一体どうすればいいんだろう。どうか僕の太鼓で笑顔を見せておくれ。この人の太鼓はなかなかの腕前、そうかな。シルビアは太鼓を叩いている兵士をサーカスの助っ人に誘った。僕をサーカスの助っ人に？僕はもともとシルビアさんの大ファンだから嬉しいけど、今はちょっと無理なんだ。胎児が落ちたあの日から、笑顔を失った愛しいあの子を笑わせるために僕は太鼓の練習を続けなきゃダメなんだよ。まあ、誰かの笑顔のために頑張るなんてとっても素敵だわ。ねえ、私にあなたのお手伝いをさせて。そしてもしその子を笑顔にできたら、サーカスの公演に参加してくれないかしら。本当かい？もちろんいいさ。あの子の笑顔が見られるなら、僕はスケートだって何度でするよ。僕の愛しのあの子は、肌が白くて通った鼻筋に、しなやかな曲線美。それに羽の衣装が最高に似合ってるんだ。今頃、あの子は街の北西で休んでいるはず。話を聞いてもらって彼女を笑顔にするきっかけが見つかったら嬉しいな。こっちとかなんか、ないのかな？北西ってことは、しょぼくれねんな、お前。大事落ちてこの世界になってしもうた以上、パパッと全財産を使ってやろうと思ったが、レースをやらないんでしょうがないの。全財産を使うな。わしのように追い先が短いじじいに楽しみさえ叶わんとは、全くなんてひどい世の中じゃ。お邪魔しまーす。あ、ダメか。全財産を使う。なかなか、あ、これか。お前か？私のことを好きな人がいる？あの太鼓を叩いているヘイさんが？多分勘違いじゃないかしら。私あの人と話したこともあるけど、ちっともそんな感じじゃなかったわ。色白で話す、ああ、色白じゃないな。話が通っていて百戦美の子か。まるで町の北西にいるマーガレットみたい。でも彼女は馬だし、まさかね。そういうことかい。お前か。
シルビアの愛はマーガレットだ。今にも泣き出してしまいそうなほど瞳の色が悲しみに沈んでいる。マーガレットちゃん、あなたもこの世界の異変を悲しんでるのね。心なしか白い毛並みを曇ってって。この白い肌、トータナス氏脚線美、羽の衣装が似合う。まさか兵士ちゃんが愛するあの子って。シルビアさん。いても立ってもいられなくて、愛しいあの子に、あの子マーガレットの様子を僕も見に来ちゃいましたよ。驚いた。あなたの笑顔にしたい子って、マーガレットちゃんだったの？この子は私の愛馬、大切な仲間よ。うまいな。馬だけに。え、シルビアさんの愛馬？なるほど。マーガレットの優雅さはシルビアさん譲りだったのか。この子はね、音楽やダンスが大好きなの。愉快なリズムで気分を盛り上げてあげれば、きっと笑顔を取り戻すはずよ。なるほど。でも僕の太鼓だけじゃ、彼女の心には響かないんだ。一体どうしたら？ノンノン、あなたの太鼓はとても素敵。それでも足りないなら、この旅芸人シルビアにお任せあれ。さあみんな、マーガレットちゃんに最高のセッションを聞かせてあげましょう。あの人いないんだ。神父様は手抜いてんだな。はい。まあ仲間にしないっていう流れもあったわけだしな。シルビアとバッチのセッションがかつてないグルーブを生んだ。グルーブ？ヒヒーン。シルビアの愛馬マーガレットはとても楽しそうに笑っている。笑った笑ったぞ。愛しのマーガレットが笑った。ありがとうシルビアさんのおかげだよ。いいえ、みんなの力があったからこそよ。ねえ、サーカスの舞台に一緒に立ってもっと多くの人に笑顔をしてみない？僕の太鼓が力になるなら約束通り、お約束通り喜んで。太鼓が得意なサマリーの兵士がサーカスの助っ人を引き受けてくれた。そういえばマーガレットがお礼に素敵なものをくれたんだ。これはシルビアさんが受け取っておくれよ。まあなんでかぐわしい香り。馬の糞を手に入れた。まあ肥料にはなるからね。そうだけどさ。いかがなもんかなと思うけどね、俺は。これで規定の人数というか、二人は集まったんだけど、こっちでいいかい。シルビアさんお疲れ様ディース。あんたのおかげで助っ人になってくれる人が無事二人来てくれたっすよ。公演の準備は大体終わったし、これでいつでも最後の公演を開けるっす。あとはシルビアさんにお任せします。公演に出る準備が整ったら、この中に団長に声をかけてくださいね。おう、わかった。団長、階段のさ、もう降りてすぐのところにいるのやめてくんない？お久しぶりね、団長。シルビアさん、あなたがどうしてここに？こんなご時世でも、みんなの笑顔のために、サーカスを開こうとする、素敵なおばくさんの力になるためよ。ああ、もう、ついていくわ、もう、シルビアちゃん。それじゃあ先ほど来てくださった助っ人たちはあなたか？ああ、なんとお礼を言ったらいいか。お礼なんかいいのよ。それより、団長、準備はいいかしら？さあ、みんながショーの開演を待ってるわ。はい、準備はできています。それじゃあ、気合い入れていくわよ。サマディのサーカスが暗い世界に送る最初で最後のスーパーステージ。さあ、幕を開けましょう。Ladies and gentlemen! 本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。ありがとう。客少ねえ。まばらだな。さあさあ皆様、前を向いて。気分が落ち込んでいるからって下ばかり見ていてはもったいない。サーカス見に来て下見てることあるか。サーカスの終幕を飾るにふさわしいサマディ王国のスーパースター、帰ってきたあの人の神業を見逃しますよ。ようこそ。こんな一気に出てきたら見るところぼちゃつかない。それでは登場していただきましょう。暗い世界に笑顔を届ける、希望の旅芸人シルビア。まか不思議なショーをとくとご覧あれ。それ戦闘でも生かしてくんの？
さあ皆様、今宵は最高のショーをお楽しみください。円形ステージなのに前方しか意識しないスタンスとはちょっといかがなもんかなと思うけどな。こうしてサーカスのラストショーは幕を開け、一夜限りのシルビアのスーパーステージはあーはーはい閉じた。そしてサーカスは幕を閉じた。最高のショーだったかいな。違うわよ、みんな。シルビアさんのおかげで私のサーカス人生で最高のショーができました。本当にありがとうございました。いいえ、今日の舞台の成功はこれまでサーカスを守り続けてきた団長、あなたの努力の賜物よ。暗い世界だからこそ人々に笑顔を届けるサーカスや芸人が必要なんだと、その思いで私は今日までサーカスを続けてきました。それを教えてくれたのは、子供の頃に見た魔物に襲われ傷ついた人々を救っては彼らを引き連れ旅をする女旅芸人でした。辛い旅だろうに、彼女らは笑顔を絶やさず沿道で見送る私たちに勇気をくれたものです。そして人々を率いた女旅芸人は役目を終えた後姿を消しました。その女旅芸人は若い命を散らしたとも、とある町の名門騎士と恋に落ち幸せに暮らしたとも言われています。シルビアさん、私はあなたにあの日の女旅芸人の面影を見ました。人々を引き連れ笑顔を広げるその姿に。それの子供なのかな。サーカスを休業するのはやめます。町の人たちが心から笑える日まで私も諦めずに頑張りますよ。私たちも団長に負けないように人助けの旅頑張りましょう。あのシルビアさん、オイラたちシルビアさんの元で修行して一人前の芸人になりたいんです。もっとサーカスを盛り上げるためにも。気持ちはとっても嬉しいけど、サーカスのことだってあるし、団長どうかしら。休業やめるって言ったとこなのにな。どうすんの団長、どうかできる。いいだろう。思う存分修行してきなさい。まあまあ、でも休業するって言ってるからな。したらいいのか、もう。シルビアさん、こいつらを頼みます。一人はそうだけどさ、二人は、元の。シルビア流の修行は厳しいわよ。ビッシバッシ鍛えてあげるから、覚悟なさいね。あなたたち、ありがとうございます。なんだかんだやっぱシルビアが一番人望あるよな。いやいいね、いいね、シルビアちゃんのストーリーめちゃくちゃいいな。これどうすんの、ホムラ行っていいのかな。仲間いっぱいいるな。え、だってこれ入れ替えできる？無理だよね。キャンプでうんぬんって書いてあったけど、キャンプでしかできないのかな。一回ちょっと戦闘してみるか。こいつ赤くないもんな、普通だな。あいつでちょっと試し切りじゃないけどやるか。そうだよね、やっぱあれか、この武器をもらった人数しかできないのか。呪文ワギマスカルライダー、ワギマ、よし。何の、危ない、アリスト、フレーフレー、パンチョは変えて、あ、いいかもしれんな。クライダー、バフ担当だもんな。いったー、ちょいよベギラマ、あ、ベギラマとか使えんのかよ。それ
あ、でもこのメンバーでいいか、いいのかな。はぁ、あのキスちゃん全然出てこないけど。アリストップ。まあ、こんなもんよ。めっちゃえいえいおーってしてるけど。そういえばさ、なんか本格的な、なんだろう、お礼をしたいとか言ってたからさ、あれどうなったんだろう。武器屋でいいのかな、一応。武器屋こっちか。そういや、あの人どこにいんだ。え、だってサマディだよね、確かね。え、サマディの人だったよね。あ、違うわ、ホムラだわ、ごめん。ホムラだわ。ホムラの、あいつ、先に行くだったら、一緒に行けばよかったな。まあ、いっか。でも、こんだけいると全然あれだな、なんか、余裕だな。すごい余裕を感じているな。頑張るわ。よし。作戦外じゃなくて戦う。いや、いや。特技。バギまでいいか、バギまで。スカルライダー。風ちゃん。すごいでです。よし。ひるまないか。メラミ。メラミ。はっ。よいしょ。アリスちゃんのドロップキック。バンチョがずっとバフをかけようとしている。クライダー。強えな。よかったでガス。よし、進んでいこう。でもあいつの目が赤くないから普通なんだよな。まあでも魔物の生息域が変わってるっていうのがやっぱ問題なんだろうな。結構これでも普通の町とかが大丈夫なんだっていう、ちょっとびっくりというか。あ、スライム、ピギ、ん？僕悪いスライムじゃないのに、ここ最近頭の中で怖い声が響いておかしくなっちゃいそうなんだ。あっちの方にこの辺りじゃ見かけない変な子もいるし、僕どうにかなっちゃうのかな。あっちの方にこの辺じゃ見かけない変な子？なんかいたな。ん？これか？こんな姿になってしまってかわいそうに。落ち着いて。ほら、冷静に。旅のことは、もし、この植物、悪いままだと思ってるのはストップです。どうか僕の話を聞いてください。この子本当は普通の植物なんです。こんな姿になる前は、ダーハラ湿原でひっそりと咲く綺麗な花でした。けれども、荒廃した世界で枯れ前とした結果、突然変異を起こし魔物のような姿になってしまって、さまよい始めてしまった。植物学者である僕が発明した肥料をあげれば、この子も落ち着きを取り戻し、元の姿に戻ると思うんですが、その肥料を作るには一つだけ材料が足りないのです。それはかぐわしい香りを放つ馬の糞。お、持ってるよ。本当は僕が取りに行かなければ、取りに行ければいいのですが、今ここから離れたら、この子は暴走し、道行く人を襲ってしまうかもしれません。旅の方お願いします。この子を元の植物に戻すために、僕の代わりに馬の糞を取ってきてくれませんか？持ってるよ。大丈夫、お任せだよ、植物学者ちゃん。私たち人助けの旅の途中なの。それに綺麗な花は私も大好きだしね。感謝します。馬といえばサマディ王国、城下町に行けば、馬の糞も見つかるかと。どうかよろしくお願いします。持ってきたよ。おや、このかぐわしい香りは、旅の方は馬の糞をお持ちのようですね。それを僕に譲っていただけませんか？うん、いいよ。元から持ってたんだけどな。馬の糞を使って栄養満点の肥料を作ると、それを魔物化した植物に与えた。なんと植物は落ち着きを取り戻し、どっかへと去っていった。え？去っていったのはいいのか。ありがとうございます。効果はてきめんです。これであの子はダーハラ湿原に戻り、時期に元の穏やかな植物に戻るでしょう。それは良かったわ。私たちの人助けのために、種族の壁はナッシング。人も植物も元気なのが一番だもんね。はい。荒廃した世界で苦しむ植物たちをどうにか元気にしてあげたい。実はそれこそが僕の夢なんです。そうだ、あなた方と一緒なら各地を巡り、もっと植物を助けられるかもしれません。そのために僕も同行させてもらえませんか？分かったわ。よろしくね、植物学者ちゃん。名前を。
私もできることは手伝うから、あなたの力で植物を助けてあげるのよ。ありがとうございます。力がない分頭脳で勝負、植物学者の底力見せてやりますよ。本当に王子状態だな。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回この先進んでいきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。